乾杯。観光業とともに苦境続きだった飲食店。おととい大阪府内では時短要請が解除され、格別の一杯をたしなむ人たちの姿が。忙しくなりそうな気がしますね。予約も結構入ってきたんで。常連客は、ずっと時短要請、休業要請でずっとお休みだったので、本当に久しぶりに飲みに来れてすごく嬉しく思ってます。この1年半、飲食業界はどのような影響を受け、今後政治に何を求めるのか。コロナ前の2020年1月の状況を100として、店のオーナーにこれまでを振り返ってもらいました。まあ、行政からの要請通りにやろうっていうふうに、もう初めの時からもう方針決めてましたので、お酒を提供したらダメな時。大阪福島区の飲食店オーナーに書いてもらった浮き沈みグラフ。1回目が75とか浮いたり沈んだりっていう感じで、緊急事態宣言の1回目と2回目の時は時短要請はありましたが、酒の提供はできていました。3回目とかって言ったらもうドーンと下がって、1日に2人とか3人とかのお客さんを相手に営業していくってことで、ですから、まあ、こういう居酒屋ですので、まあ、お酒が提供できないとなった時にはもう2ヶ月間もう店も完全に閉めちゃったので、すごくその協力金によって利益が上がったっていうお店もたくさんあります。もう少しこう事業規模に応じた協力金っていうのは出していただきたい。飲食店で酒の提供ができなくなり、酒店も苦境に陥りました。いやー、地獄としか言わないですよ。どん底のどん底なんですよ。かなりやばかったですね。去年1月から今月までの浮き沈みグラフを書いてもらうと、一番ひどかったのはやっぱこの時なんですよね。1日の売り上げ、数百円とか、たまたまフラッて買いに来た人が缶ビール買って行っただけとか、えげつないぐらい振り回されましたね。うちがなんとか売り上げえぐい状態で持ってたんは、正直な話、闇営業してる店があったからっていうのはあるんですよね。うちの酒屋なんかは特に飲食店さん、酒提供禁止で酒アウトじゃないですか。派生して苦しくなってる、業種がかなりあるんで、そういったところにも目を向けていただける。大阪北の繁華街を持つ大阪4区、立候補する4人は飲食業界からの訴えにどう向き合うのか。維新の会の前職、美濃部輝夫さんは、売上に応じた保証が必要だと話します。売上に応じたそういう保証ベースを、やっぱもうこれはもう何としても支給にしなきゃいけないと思ってます。一番分かってるのは都道府県の知事さんなんですから、特措法を私はもう支給に改正して都道府県知事に権限強化、これが一番だと思ってます。はい。自民党の前職、中山康秀さんは、地元の声を政権に反映したいと話します。売上に応じた保証という意味で言うと、まだそこはですね、目が行き届いてない部分。地元も天神橋商店街という日本で一番長い商店街がございまして、ここからもいろんなご要望をすでにお伺いしてますので、そういったことに答えていきたいと。立憲民主党の元職、吉田修さんは、自粛に対する保証が不十分だったと指摘します。で、1回ポッキリ の定額給付でしょ。そんなの諸外国じゃ考えられないことですよ。1回だけ、ね、1人10万渡して、はい、終わり、あとは、自助と、そして自己責任で、そんなもん誰かが守れますか。結果としてもうずるをしよう、我慢できない、やめちゃおうと、そんなことになるわけです。共産党の前職、清水正さんは、
給付金をもう一度支給したいと話します。支援というのは極めて不十分だと思っています。とりわけ持続化給付金、家賃支援給付金、1回限りにとどまっているんですよね。私たちとしては持続化給付金、家賃支援給付金、もう1回お届けすること、そして減収補填、やはり減収分についてそれをしっかり補填していくという仕組みに改めるべきだと思います。